こんにちは、ダラシアゲーム博物館の岸です。今回紹介するのはこちらの剛毛太郎ですね。こちらの機械は昭和52年にウコが作った機械ですね。まあ、こちらの機械ね、桃太郎ってタイトルがついてるだけには、盤面には、桃太郎だとか鬼だとか犬、猿、キジなんかが描かれてますね。あとね、チューリップには桃が描かれていて、まあね、タイトルに沿った盤面のキャラクターがね、描かれてますね。でね、このゲームの遊び方なんですけど、10円を入れるとね、これ10個あるチューリップが全部開くんですよ。で、玉を打ってって、この桃に入ると1点。で、どん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 桃に入るごとに1点が追加されて、8点になると当たりメダル1枚。9点になるとさらに当たりメダル2枚。で、10点になるとさらに追加で当たりメダル、2枚が出て、トータル10点だと当たりメダルが5枚出るチャンスもあるんですよね。あと、この中央にある桃太郎チャッカーに入ると即当たり券が、当たりメダルが1枚出るんですよ。なのでね、こうやってコツコツポイントで貯めていく遊ぶ要素と、あとね、運で入るこのね、桃太郎のチャッカーの要素もね、あったりするんで、まあ、結構ね、そういうところが面白いゲームだと思いますね。ではね、いつも通り当たりに入るまで遊んでみたいと思うんですけど、10円の方50枚用意しました。これでね、まあ、当たりメダルが出るまで遊べると思いますのでね、では遊んでみたいと思います。それでは剛毛太郎遊んでみたいと思います。まずは1回目、これ10円でね、バンといってこのチューリップが全部開きますよね。で、玉を打って、外れちゃった。入った。そうすると、ポイントがね、つきますんで。で、重要なことは、これ、玉が入ったチューリップは閉じるんですよ。なのでね、どん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 玉が入るごとに、まあ、結構難しくなっていくっていうね、そういう、こう、面白みもあるんですよね。2個目。3個目。結構難しいな。あれ？ 4 点。4点、ん？4つ入ってんで4点ですね。2回目。2点、3点。あ、今回は調子いいな。やっぱね、どんどんチューリップが取れていくんで、入った。これで5点か。もうダメか。7点。もう1点で当たったんだけどな。やっぱね、これどん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 閉じていくんで、最初はポイントがね、どんどん入るんだけど、一度得点が入ったチューリップはこうやって閉じるんでね、まあどんどん難しくなってくるのも、このゴムモーターの面白さなんですけどね。こうやって今序盤なんで、3連発で得点が入りましたね。4点。5点。あ、今回は調子いいな。入った、6点。そしたら今状況的に、こことこことこことここが開いてるんですよ。ってことは、この右打ちした方がポイントが入りやすいわけですね。こっちの方は結構閉じてるんで、で、あとまだ5発残ってるんで、あれ？あと2点なんだけど、あ、いた！これ7点。リーチしましたね。入った！当たり券出ました。20点券。
で、このね、ホロ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 っていう、あの、効果音もレトロでいいですよね。で、まだあと弾2発ありますんで、ここか、ここかって言ったら、こっちの方が入りやすいんですよ。なので、右打ちでいきましょうかね。あと2発ありますんで。あ、こっち行っちゃったか。まあね、でも今回7点だったんで20点メダルゲットしました。3回かな、3回やって、まあ、30円使って20点ゲットしたんで、まあまあの成績じゃないですかね。うん、ただあのラストね、7点入ってまだメダル、弾が2発あったんで、ここ入れたかったな。ここ入れればさらにもう2枚、8点だと1枚、9点だと2枚、10点だと2枚って感じでどんどん追加で出てくるんですよね。なので後半になってきてまだ残り玉があると結構熱いんですよね。ではね、今回はゴー桃太郎紹介しました。ではね、次の動画も見逃さないようにチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。全国のちびっこ諸君、今日は桃太郎のダジャレを言うと桃太郎。